いやこんばんは、かくんです。今夜はですね、久しぶりに夜釣りになってまいりました。今日のターゲットはアジというわけで、ワームで狙っていきたいと思います。なんか落としてるだけで釣れるということなので、相棒を信じて釣ってみましょうか。ほっ、初ゲッツ、かわいいサイズ、初アジです。イエイ。これはでかいんじゃない、としくん。おお、でかい。あ、外れた。はい、3匹目、5匹目です。神経締めしてもらっております。おはよう日本って感じだね。現在6匹釣れました。さあ、あと4匹釣ったら帰ります。いやー、寒いね。朝は豚麺に限るね。豚麺あっち。これが残酷な現実です。左がトシ君、右が俺。この量の違い見てください。これ何ミリだっけ。 26?26 と5。うまっそ、牡蠣売ってんじゃん。はい、マガキと岩牡蠣ね。いただきます。いい感じ、味噌食べまして、うまそう。たまんないね、これね。今おろしたばっかりのカツオ、これから食します。贅沢すぎない、これ。漁港で食しちゃうんだからね、これ。このままやばいね。それじゃあいただきます。これはうまいよ、絶対。もう全部かけちゃっていい。かけちゃって。生姜はいる。生姜はいいや、これ。どっちでもいい。いいね、最高だね。じゃあいただきます。真ん中からいっちゃおうか、贅沢にね。これはうまいでしょう。醤油弾いちゃってる。全然醤油、これ醤油めっちゃかけてるように見えるけど、全然醤油がかかってないんですよ。油で弾いてね。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、帰ってきました。あの後ね、ちょっと相方にさすがに5匹じゃかわいそうということでね、分けてもらいました。ではね、早速調理していきたいと思います。今日の一番でっかいのは25センチということで MVP でした。